おはようございます。ナオグリターです。Doesn't matter if it feels amazing. Grab me by the waist, now she wanna tell me something crazy. 今回の企画はですね、26歳、ぽっちゃり、リアルな食生活。あ、今日から4日間からだいたい友達と遊んだりとか、あの彼氏の誕生日会があったりとか、まあ一人で、まあそれこそ仕事終わりに食べるあの機会があるので、まあせっかくならちょっと撮っていこうかなと思って、今自分がぽっちゃりだなって思ってる子もこの私の動画を見て、こんな食べてる人もいるんだとか、ちょっとなんか安心していただけたらいいなって思う。なんか自分食べ過ぎかもと思ってさ、結構なんかなんだろう、食生活めっちゃ厳しくしちゃって激痩せになっちゃって、すごい逆に不健康になっちゃうさ、今の若い子とかいるじゃん。だけどそういう子たちのために食べていいんだよって伝えていきたい。人間は衣食住で成り立ってるから、衣食住、衣食住。なんと待ち合わせにもう若干遅れているので、早速行っていこうかな。今日は友達とのご飯です、イエーイ。では早速行ってみよう。お腹すいた。もう10時間ぐらい何も食べとらん。平日なのに並んどる。もう1時間も経っちゃった。これやばくない？もう限界です。うわ、うまそう。空腹に酒いただきます。では入れていきたいと思います。天才かもしれん。完成。おいしかった。そしてお好み焼きのソースとかが濃ゆすぎて、ちょっと私たちは砂糖を求めています。口が Where is sugar? でもよく考えたらさ、コーヒーも飲むから、今日私たちは朝から茶色いものしか口にしていないことになる。全部茶色かったな。まあそういう日もあるよね。あ、イルミネーションかわいい。あ、かわいい。それに群がる女たち。黒月のクマ。あと日焼け気味。日焼け気味。はい。インスタよ。いや、モデルか。すごい。あ、うま。シアトルの味がする。なんかさ、スマホまでっていうのなんか入れた方が可愛い。500円だもん。うん、500円でも貯金。マジで夢ねえな。500円でさ、たまったら何円ぐらいになるの、これぐらい。やめて、かわいいカフェで6万ぐらい。いや、もっといくか。いや、多分4万ぐらいじゃん。4万少な。家賃払いたい。生地いいね。結構硬い。めっちゃ硬いし。うん、しっかりしてる。横顔だけ見たらさ、目に近い女かなっていう、なんか想像がつくじゃん。でもなんか意外と離れてこっち見ないで。今家に帰ってきました。でも今日はちょっとさすがに食べ過ぎたけん、ちょっと昼せ、あ、夜セーブしようかなって思って、こちら納豆を3パックいただきたいと思います。なんか1日3パックまでいいらしいから、納豆大好きだけんさ。しかもこれなんか黒酢のなんていうタレがめちゃめちゃうまい。これ大好きです。からの芋。これ芋私毎日食べるので、でも今日はちょっと控えめに、ちょっと謙虚にハーフサイズ買ってみました。謙虚に生きてこう、ビーハンボーで。これね、明日の朝ごはんにしようと思ったくるみパン、めちゃめちゃ私を誘惑してくるからさ、今日ちょっと1個か2個食べようかな、夜ご飯に。めっちゃ不健康だけど。お笑い芸人だったら絶対うまくいかない、売れないよみたいなトリオを食べていこうと思います。今ね、晩ご飯食べ終わりましたけど、正直腹まだ6分ぐらいなのね。これ寝る時間まであと3時間今日あるので、絶対寝る前にお腹すく可能性がある。明日早速何食べるかな、楽しみ。イエイ、早く何か食べたい。デブ。
もん。美味しそう。愛ちゃんが作ってくれました。豚のお肉。ありがとうございます。これはアプリターダ。アプリターダ。これはビーフみたいなやつだって。あ、どうも。あ、豚の骨、ね、すごいな、見たことない。今日はリュウジ、私の彼氏の家に来ています。ここでパーティーはやるんだけど、なんとスペシャルゲストがいます。どうぞ。お名前は何ですか？リョウテです。あ、リョウスケ。何歳ですか？8歳。あ、8歳になりました。将来の夢は何ですか？警察。警察官。そうなの。実は私のパパも警察官ね。すごいね、なんという奇跡。イエーイ。ブン。今から最初に食べるのがシーシグっていうご飯ですね。アイちゃん、いただきます。美味しいよ。どうぞ。It's good。 うん、美味しい。美味しい。うん。 Do you know what it contains? It contains pig skin, ears, nugget、うん、and some face parts。 私今豚の耳食べてる。アプリターダ。カレーみたいな感じだそうです。そうだった。美味しいね。日本のご飯みたい。美味しい。食べやすい、これは涼介好きな理由がわかる。うまい。ご飯に合う。乾杯。大きいです。パンステージを食べていきたいと思います。これは何ですか？ラーメン。ラーメン。焼きそばだそうです。ビーフ。焼きそば。ビーフみたいな。美味しい。ごぴつこだ。いや、日本の焼きそばみたい。これが一番日本の味がする。カシプロはベース。よいしょ。土曜日の朝、今からチョコレートを食べます。いっぱいあるね。朝からチョコレート積み。しょうがないね、お休みだからいいよ。多分大型ハートフォーカス。イエーイ。じゃあ、なおちゃんはハートを一緒に、せーの。あ、うん、なんか高い味がするね。おいしい。ただいまレイクタウンの中華料理に来ました。で、私はリュウジとなんだっけ、おかゆセットを頼んだけど、ちゃんとした料理は初めてかね。楽しみ。お腹すいた。リュウジ何年ぶり。お腹いっぱいになんなかった。はい、最後まで見てくださった皆様、本当にありがとうございます。今日の私の動画で少しでも多くの人が、今日ラーメン食べちゃったけどいっかとか、明日もチートデーだけどいっかとか、自分の食生活に少しでも優しくなってくれたらいいなって思います。きつく頑張らないようにね。ダイエットも大事だけど、最後に登録ボタン、グッドボタン、インスタグラム、TikTok 全部フォローお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。